皆さんこんばんは。今日も始まりましたママアイドルふわりーのお部屋です。まず今日も最初に自己紹介をさせていただきます。私は、岐阜県や名古屋を中心に活動をしているママアイドルです。普段はライブやイベントなどに出させてもらってます。最近は東海地方だけじゃなくて全国的にも、いろんなところに行って活動しているので皆さんよろしくお願いします。それでは今日のゲストも、ちょっと遠くから来てもらいました。この番組初の親子で来ていただいてます。アイドルの細川優派ちゃんとそのお母さんでボーカリストのゆかさんです。どうぞ。なんと浜松から来ていただきました。じゃあまずですね、ゆうはちゃんの方から、プロフィールをご紹介させてもらいます。ゆうはちゃん今高校生なんですよね。何年生ですか？2年生です。2年生、17歳です。若いですね。かわいい。すっぴんですか今日？いや一応薄くない。そうなんです。ナチュラルな感じでした。そう、今夏休み期間中に収録してるんですけどね、普段は平日の昼間に収録してるんでなかなか学生さんとかね来ていただけないんで、まあ、今日はね来ていただくことができました。学校で部活とかはされてるんですか？はい、三味線部を。三味線部、渋いですね。17歳にしては腕前はどんな感じなんですか？まあそこそこ。お母さんから見てどうですか？そこそこ。そうで。そうなんですね。ゆうはちゃんはですね、ソロのアイドルなんですけど、今あのユニットもやってらっしゃるんですよね。はい、そうですね。パイナップルパフェ。はい。みやびちゃんっていうことをやってます。はい。パイナップルパフェっていうユニットさんは、オールラウンドパフォーマーの豊橋のみやびちゃんっていう。とその弟さんのアッキーさんとゆうはちゃんの3人組で、まあ、名古屋とかあと岐阜でもライブとかねされてるんですけど、また皆さん機会があったら見に行ってください。あ、そうそう、静岡ってあのサッカーのイメージなんですけど野球の方がね好きって言えば好きなんですよね。野球の方が。そのなんか野球にまつわるエピソードとかありますか？あ、はい、中学3年生までですね、中日ドラゴンズのチアリーダーをしていました。チアドラキッズっていうやつですね。はい、その時はじゃあ名古屋ドームで踊ったりしてたんですよね。そうですね。すごい。じゃあその時に踊ったりそのお客さんに応援されてたとかそういうのがきっかけでちょっとアイドルとかそういうことに興味が出たっていうことですかね。まあそれもある。それもあるかもしれません。ゆうはちゃんはオリジナル曲とかはあるんですか？はい、1曲だけ、スタートという曲、スタートという曲、はい、作っていただきまして、そうですね、詩の内容は、タイトルがスタートっていうのがあるんですけど、まあ、ソロを始める前に実はちょっと元某ユニットで活動してたんですけど、まあそのね、再スタートを切るために書いていただいた曲で、まあ、ここからまたスタートで新しく頑張るよっていう感じの曲ですね。なるほど。じゃあこれからもアイドルとして頑張れるように応援してください。はい、じゃあ次お母さんのことをお聞きしていいですか？はい、とお母さんはもう実はすごい芸歴が長い方で多分なんか見てるとそういう雰囲気をもうね醸し出てると思うんですけど。じゃあ一番最初に芸能活動を始められたのはいくつの時だったんですか？一応中学3年生から東京にレッスンに通うようになりまして、一応10代の時に名古屋で5人組のアイドルユニットのメンバーとして活動をしていたことがあります。当時名古屋にあった結構大きな、なんていうのかな、養成所、タレント養成所の特待生みたいな子たちで、すごい特待生だ。ありがとうございます。レッスン費とか払わなくていい。そこはね払ってたんですけど、そうなんですか。
東京で特待生の時は全額無料でした、はい、すごい、はいはい、その時は CD とか出してたんですか？ CD とかは出してないですね。あ、そうなんですか。なんか、はい、あのイベントに出ることがほとんどです、ね、どんなイベント出てたんですか？例えば、企業の夏祭りとか、うんうん、トラックステージとかで歌ったりとか、こうやって悪役で、そうですね、そうですね、今もありますけど、そういう感じですかね。で、現在はどんな活動なさってるんですか？主人が、アコースティックギターを弾いて、うんうん、で私がボーカルを、うんうん、させていただいて、うんうん、はい、一応アコースティックユニットという形で、うんうん、夫婦で活動をさせていただいてます、うんうん、はい、そのアコースティックユニットのライブを一度見に行かせてもらったことがあるんですけど、もうめちゃくちゃ歌がうまいですよね。本当うまいよね、お母さんね。ゆかさんって呼ぶのかお母さん私がお母さんって呼ぶのおかしいです本当にもうなんか度肝を抜かれるぐらいの うまさ具合でした。本当ですか？そんなこと言っちゃったら私歌えなくなっちゃうんです。いや、歌います皆さん本当に歌うまいですからね今後またなんかオリジナル曲とか作ってもらいたいなって思います。そうですね、まあ、カバーもカバーで楽しいんですけど、うんうん、やっぱり自分の曲、自分にしか歌えない曲っていうのは欲しいなとは思っているので、まあおいおい、おいおい、はい、できたらいいなとは思ってます、はい、というわけで、こんなね、歌も綺麗で、お綺麗なゆかさんなんですけど、実はですね、お母さんは何人いらっしゃるんでしたっけ？一応3人いるんですけど、で3人いて、もう結構このゆはちゃんが大きいから一番上かなって思ったら実は末っ子なんですよね。末っ子ですね。一番上のお子さんっておいくつなんですか？一番上が長男が24歳で、うんうんうん、で年子で23歳の娘がいます、うんうん、で、なんとなんとお子さんだけじゃなくてね、そうですね、孫が2人。そう、実はおばあちゃんね、おばあちゃんなんですけど、なんかこんなね、フリフリしたのね、うん、かわいいおばあちゃん。でも今日はちょっとね、ふわりちゃんに会うからね、ちょっと合わせてね、ちょっと無理して似合ってますよ、ね、ありがとうございます。すごいかわいいって思いましたでもおばあちゃんもやってます。見えないでしょ、ね、見えないですよね。ありがとうございますじゃあもう甥っ子めいっ子がいるっていうことですよね、高校生にして。そうですね、小6で。え、じゃああれですね、サザエさんの感じですねそんな感じ、うん、なんかワカメちゃんの立場みたいなねあー、ワカメちゃんね、うん、そうそう、なんか、うん、でも船さんより全然若いですよね。船さんよりは若いと思う船さん実は40代っていうわけでですね、じゃあ、今後のね、予定などあったらどうぞ。ですね、10月29日の日曜日ですね、パイナップルパフェ、パイナップルパフェ、主催ライブがあります。イエイ、イエイ場所は、場所は駅すぐ近くになると思います。なると思います。詳細はツイッター、ゆはちゃんのツイッターここです、はい、皆さんフォローしてください。お願いします。あと、ゆかさんのツイッターはい、ここもゆかさんの方がよくつぶやいてるので、はい、そうそう、ゆかさんの方がいっぱいつぶやいてるそうそうそう、はい、じゃあ最後に何か見てる方に一言です。じゃあゆうはちゃんからどうぞ。はい、いろんなとこで活動してますぜひ応援してください。よろしくお願いします。お願いします。アコースティックで活動させていただいてるんですけど、そろそろ娘とユニット組みたいなとか、おー、それ重大発表じゃないですか。勝手に目論んでるんですけど、なんか首を縦に振ってくれないんですけどえ、親子アイドル誕生ですか？そう、親子アイドルちょっといないかなと思って、うん、ちょっと目論んでるんですけど、いない、いない、なんとか首を縦に振らせてやりたいと思ってます。うわ、楽しみ。え、めっちゃ重大発表重大発表、びっくりしました今、打ち合わせの時も今 ね話してなかった。そう、はい、マニアの方はぜひよろしくお願いします。え、なんでマニアじゃなくてもゆうはちゃんもいるし、マニアがこっちって意味じゃないですよ。マニアの方はよろしくお願いします。若い10代のアイドル好きの方からアラフォーアイドル好きの方までいらっしゃるんで ね、もう若い方から60代、70代の方まで皆さんが楽しんでいただけるようなアイドルユニットをお二人でね
やっていただけるっていう嫌がってるけど、ゆうはちゃんがちょっとね、いろいろ楽しみな展開になってきましたので、はい、じゃあ皆さんね、これからもこのお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後にお別れの挨拶があるんですけど、はい、じゃあお願いします。はい、せーの、ふわふわふわり、バイバーイ。